結局オーディションの合格者はゼロ。あくる日から俺たちはいつものメンバーで練習に精を出すことになった。楽器と練習場所はまた軽音楽部と放送部から巻き上げたことは言うまでもない。みんな集まってると今日も勢いよくドアを開けて我らが団長のご到来だ。ついに曲が完成したわ。コンピケンの部長に作曲用のフリーソフトダウンロードさせてさっきまで作業してたの。すんごい名曲よ。聞きなさい。キーボードに向かって春日は弾き始める。まだ歌詞のないメロディーラインだけの曲だが、これまた短時間でまとめたやっつけ仕事とは思えないほどの完成度だ。これなら本当に審査を突破できるかもしれませんよ。まだまだ。これからアレンジをどうするか決めなくちゃいけないんだから、いろいろパターンを作ってみたの。さ、早速やってみましょう。あ、ミクルちゃんはちゃんと踊ってね。やっぱり踊るんですか。そうよ、なるべくセクシーな服用意するから楽しみにしてて。ちょっと待て、いくらなんでもまずいだろ。前にもバニーガールの格好して職員室に呼ばれたことがあるし、まして今度は学校外の観客の目にも触れるんだぞ。そうです、触れちゃいます。いいじゃない、この間のライブハウスでもお客はみんなミクルちゃんに注目してたしさ。舞台映えすると思うわよ。噂が広がったら迷惑するのは朝比奈さんだ。朝比奈さんにも楽器を担当させるべきだ。べきです、べきです。そんなのもったいない、ダンスの方が絶対に受けるって。そうか、どうしても朝比奈さんを踊らせるというなら俺にも考えがある。どんな考え、言ってみなさいよ。今日からお前をハルハルと呼ぶ。それでもいいのか。さあどうなんだハルハル。え、ハルハル、なんとか言えハルハル。卑怯者。僕のことはいっちゃんでいいですよ。お前には聞いとらん。あ、そうですか。ゆきりな、何か言ったか長門。何でも。俺の情理を尽くした説得が功を奏し、とりあえず朝比奈さんも演奏に参加することになった。とは言っても楽器はできないのでベースを抱えて弾く真似をするだけだが。くだらないことで時間使っちゃったわ。早速練習開始よ。ある日が作ってきたアレンジのパターンは数種類あった。俺たちはそれをもとに即席であれこれ演奏してみる羽目になったのだが、様になっているのは長門のギターだけ。俺も小泉もド素人なんだから当然だが。なかなか難しいものですね。もう少し単純な曲調の方がいいのかしら。じゃあ次、テクノっぽく作ったやつを聞いてみて。ある日、これって歌詞つけづらいんじゃないのか。かもね。っていうか、やっぱり歌詞がないと歌にならないわね。
そんな当たり前のことを腕組みして言われてもな。実は今みんなの演奏を聞きながら浮かんだ歌詞があるの。書いてみたから。ミクルさん、ちょっと歌ってみて。あ、私がボーカルですか？弾いてる振りだけじゃきついでしょ。グズグズ言わずにちゃっちゃとやる。